シンドローム田村ゆかりです。最近お気に入りのランチ、あんまりお外で食べることが前ほどは多くないからさ、ただまあお外どうせ出てるし一回お家帰る時間もないしっていうのでお外でご飯、まあ一人でね食べることもあるんだけどさ、白味噌のお味噌汁が好きみたいで、あんまりさ白味噌のお味噌汁ないでしょ。でそれが好きで白味噌のお味噌汁が飲みたいがために和食屋さんに入ったりはすることがあるんだけどさ、なんかさ今さテイクアウトとかがさ割といっぱいあるでしょ。でテイクアウトできますって書いてあってさ、そのお味噌汁がね書いてあったわけ。でもさ、まあ、テイクアウトだからさ通販ではないからさ、なんだろう、ちょっと口の広いペットボトルみたいなのにさお味噌が多分入ってて、そのままもう温めて飲めるやつなんだろうけどさ、ちょっと試しにこれはどのぐらい日持ちしますかって聞いたら、まあ早くても 明日まで今日飲んでくださいって言われて、ですよねってなってさ分かってはいたんだけど、だから結局それはテイクアウトしなかったんだけどさ、なんだろうね、あの白味噌のお味噌汁さどうやったら美味しく作れるんだろう。ゆかりお味噌汁はさあんま作んないけどさ、一応白味噌の味噌汁好きだから合わせ味噌とあと白味噌を買ってるわけで、混ぜるのね白味噌を合わせるやつに、でちょっと白味噌風にするんだけどさ、でもやっぱさなんかゆかりの好きな白味噌の味噌汁にはならないわけで、白味噌だけでやってもならないしさ、なんか、スイーツみたいな感じはどうやったら、出るの、あの甘い感じ、何あれ、どこ地方なのあれわかんない、あんななんか美味しいお味噌汁を飲んでる地域があるんだと思ってさびっくりしたんだけどさ、赤味噌の味噌汁もう珍しいからまあ飲むけど、赤味噌はさとんかつ屋さんとかに行くとさなんかわかんないけど赤味噌多いよね。でなんか赤味噌の味噌汁になんかあのちっちゃい貝殻がさ入ってるじゃん、なんかいっぱいちっちゃいやつおいでさ、そのちっちゃい貝殻さ食べていいのかなって思ってさ、ちょっと箸で取って食べたら何の味もしないやつ、あれなんしじみそうだから赤味噌はあんまし珍しくないな、でも白味噌って珍しいなと思ってさ、もしかしたら1月とかはさお正月とかの季節だからそれでもしかして期間限定であったのかもしれないけど、強風なんだ、まあ、そんな気はした、なんかおしゃれな感じでなんかなんていうの、なんかおしゃれだった、おしゃれどすえみたいな感じしたもん。京都のお店じゃなかったけどそこ京人参水菜、が入ってんの、合うんだ、京人参って言われたら人生で見たことないと思うんだよね。千葉県の人参しか見たことない有名でしょそれでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。それではここで一曲聴いてください。田村ゆかりで14秒後にキスして。
ましてこんばんは、田村ゆかりです。今は2月の11とか14でしょ。ってことは、この間あれやったよね、恵方巻きのやつ、節分のやつ2月2日ね。そうあのさ、やっぱゆかりさ、のり巻き好きだから、もうこの話何回してんだよって感じだけど、のり巻き超好きだからさ、あので今年ものり巻きを買ったので、その恵方巻きのあれさ、恵方巻きの日にしかさ、特殊なのり巻き売ってくんないじゃん。でも本当にせめて2月中ぐらいは売ってくれんかのって思うんだけどさ、こんなことさ売ってくれんかのって思ってる人なんかさ、ゆかり以外にもいっぱいいると思うの。だけどお店があえて売らないということは、やっぱこの売ってくれんかのの人は、言っても少数派、もしくは毎日買うわけではないから、その利益にならないんだと思うんだよね。だからあの2月の3日、今年は2日だったけど、にピンポイントにさ売ってるんだと思うんだけどさ、今年はね、エビフライの、いかにエビフライののり巻きが超好きで、あの回転寿司とかにあるやつが好きでさ、エビフライのり巻きがさ今年なんか結構出てたの。だからさ買ったんだけどさ、普通の恵方巻き1本買うとさ、もうそれお腹いっぱいじゃんね。でもエビフライのハーフってなんだって話なんだけど、ハーフだったのね。金額的にハーフの金額だったし、あの短かったからハーフなんだけどさ、ハーフじゃないやつをそのお店売ってなくって、でもネットで見るとハーフじゃないやつはその倍の金額だったしさ、でもさエビフライ1本丸々入ってたのね、大きなエビフライが。通常のハーフじゃないやつはじゃあ2個入ってるってことなのかな。でもさ、それさなんかちょっと損した気持ちしない？だってさ、ハーフの海苔巻きはさ、ちょっと頭の部分とさ尻尾がビヨンって出てるわけ、あのその前と後ろわかんないけど出てるわけ。でもさ、それがさ1本になってるって考えた場合さ、尻尾を出すしかないからさ、両方から尻尾が出るじゃん。だけどさ真ん中はさ頭が飛び出せられないからさ、なんかさ、もしかしてそエビフライ短いんじゃないかって思わない？だっておかしいでしょ。そうじゃなかったら尻尾めっちゃ出てることになるよね。頭分も尻尾の方からピョって出てることになるからさ、だからやっぱハーフ、同じ値段だしハーフ2個買った方がもしかしたらエビがでかいんじゃないかなってちょっと今思ったんだけど、あかりはさ、そうハーフしか売ってなかったし、ハーフのやつ買ったんだけどさ、でいろんなやつ売ってるからさ、もういろんなやつ食べたいわけで、本当はさ、そう海鮮の恵方巻きは別にそんな食べたくなくって、だってさ海鮮太巻きってさ通常からあるじゃん。ただその通常には入ってないような具材が入ってたりするから、それはちょっと欲しいなと思うんだけど、そのなんか通常に入ってない具材が入ってる海苔巻きはさ、ハーフがなくって、1本18センチぐらいのやつしかなくてさ、そんなに米食えねえんだよと思ってね。だからそれを買わずに、もう仕方なくさ、なんかハーフのやつをさ買ったんだけどさ、やっぱ美味しいよね恵方巻きってね。ただいからもう恵方も向いてなければ、4等分にカットして箸でうめえっつって食べてるから、だって海苔巻き食べたいだけなんだもん。だからさ、うめえうめえって言いながらもう食べてるからさ、全然なんかそういう何弦を担ぐみたいなのはやってないんだけどさ、あれさ、なんかもうカットして売ってくれたらいいじゃんなんて思うんだけどさ、最近はさ、なんかこうお店がさ、あのカットしてませんってこう注釈にさ、あのチラシとかに書いててさ、それになんかこうお客様との縁を切らないという願いを込めてみたいなこととかが書いてあるじゃんね。うまいこと言ってって思いながら、言うから包丁でザクザクザクってこうザンザンって切ってさ食べたんだけどさ、やっぱでも、せめて前の日にも売っといてほしいな。なんかもっといろんなの食べたかった。でもね、なんかこう見てるとさ、お寿司屋さんがまあ恵方巻き作るのは割と普通じゃんね。でもそうじゃなくてお惣菜屋さんとかもさ、もちろん作るんだけどさ、ゆかりが見た中でうわーって思ったのが、あの崎陽軒さんがさ、なんだっけ、シューマイ恵方まんみたいなやつ作ってて、なんかもうなんつったの、多分シューマイが入ってて周りがあの肉まんの皮みたいなやつで、なんかこう長いやつとかあってさ、おーこれはって思ったのと、とんかつ屋さんの恵方巻きが
味は絶対美味しいんだろうけど、もう見た目がなんていうの、雑巻いた海苔巻きの中がもう長いとんかつが一個ドンって入ってるだけなのね。金太郎飴かなみたいな感じのなんかこう用紙のやつとかはね、まあでも味は絶対間違いないもんね、あれね。だからもう味で勝負だなっていう感じがしたね。男らしかったよ。それではここで一曲聴いてください。タメリカリでガラスの靴にムーングロー。ガラスの靴にムーングロー、手で意地の鐘が鳴るわ、つま先には月明かり、半年が迷路のように冷たくてすぐ空ばかり見てる、寂しさは時間が消える、一人じゃ解けない、涙が溢れてくる、まるで溶けた流れ星、心は毛布のようなぬくもりだ、ただ包まれた旨み、幸せの始まりはそう、あの時出会った奇跡、逆らうことはできないでしょう、二人
得する姫、損する姫。生活の知恵という名の横着で成功して得したり失敗して損したり、あなたの横着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。ちかしさん、私はアルトバイエルンとかシャウエッセンとかのちょっと高いウインナーが好きです。特に茹でて食べるのが好きで、なんとなく加熱しないといけない気がするのですが、なんとそのままでも食べられるのです。パッケージの裏に書いてあったので、どうしようもなく疲れた時に冷蔵庫から出してそのまま食べたのですが、普通に美味しく食べることができました。これって得じゃないですか？判定します。得だって出してそのまま食べられるなんて、もうだってゆかりはあれだよ、そのまま食べられるものしか食べてないよ基本的には。でも確かにさ、加熱済みとかっていうなんか書いてあるよね。あれがさ書いてあったらもう一回加熱してあるからそのまま食べてもいいよっていうことなのかな。まあ温めた方があったかくなるから美味しい気はするけどね。でもさ、あのさ、昔さ小学校の時のさ運動会のお弁当とかにさ、シャウエッセンとかさやっぱ入ってたけどさ、冷えてるじゃん、もう作って時間経ってるから。でもやっぱ美味しかったもんね。って考えるとやっぱ、美味しいんだろうね。でもさ、なんかゆかりさ、ゆかりも茹でちゃう派なんだけどさ、焼いた方が美味しい気がするよね。でもなんか茹でる方が楽だから茹でちゃうんだけど、なんか焼いちゃうよね。で焼いて、万能調味料、焼肉のタレにつけたらめちゃくちゃ美味しくないこれ。なんかわかんないんだけどさ、ゆかり、焼肉屋さんでもさ、ソーセージがすごい好きなお店があってさ、でもそこなんか残念ながらやっぱこのご時世でさ、お店、そこの店舗はお店閉めちゃったみたいなんだけどさ、あのソーセージが何なのかがわかんないんだよね。だけどシャウエッセンっぽいんだよね。シャウエッセンじゃないと思うんだけど、シャウエッセンっぽいわけ。もうシャウエッセンコンテストで1位が取れるぐらいシャウエッセンなの。でもシャウエッセンじゃないのよ絶対に。それぐらいシャウエッセンを信用してるよゆかりは。まあもちろん他のところもね美味しいですけどね。皆さんのお茶エピソード教えてください。お便りお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。田村ゆかりで砂のオベリスク。やめて涙に触るのはやめて、壊れそう。なぜよ何にも変わらないふりして積み上げようとしてきたものは砂の一粒、握りしめた指の隙間ほどけてたと甘く響く言葉が耳に冷たく残る。呼んでくれた名前もうまく思い出せない。幻だったの教えて。二人はどこにいたの、夢を見てたの、本当の声色。偽物だった
そろそろ別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。いやもうなんかさあんまりさこんなにベラ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 喋ることがさやっぱ今あんまないからさ、仕事とかはもちろんしてるけどさ、でも仕事も別に好き勝手ベラベラ喋っていいわけじゃないじゃんね。なんか決まってることを決まった尺なりなんなりでこう喋る仕事だからさ、こんななんか適当にさずっと喋るみたいなのがあんまし、なんかこう人生においてここね、なんかまあ1年ってこともないけどさ、うん、ここのとこないからなんかちょっとどう喋、口をどう動かしたらいいのかが分かんないそれでは来週もトメモードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。No.